はい、どうもご視聴ありがとうございます。高助の部屋、高助です。ご視聴ありがとうございます。はい、やっていきたいと思います。今回はですね、同時押し徹底攻略ということでですね、やっていきたいと思います。はい、というわけで、同時押しが苦手な方が来ていただいていると思うんですけれどもね、以前ですね、高助式同時押し攻略解説という動画を上げさせていただいたんですけれども、そちらはですね、どちらかというとテクニック面ですね、矢印をどういうふうに見て、どういうふうにさばくのか、どういうイメージでやったらできるのかという、いわゆるすぐに割と使えるようなテクニックで撮っていこうっていう感じの、動画をやらせていただいたんですけれども、今回はですね、そもそも同調子が苦手な方向けにですね、根本的に同調子とはどういうふうに踏んでいくのがいいのかっていう部分をですね、もっと徹底攻略ということでね、掘り下げてやっていきたいなと思いますんで、よかったら最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思うんですけども、同時押しとは何かと簡単に説明しますと、2つの矢印が同じタイミングで流れてきて、同じタイミングで両足で踏まなければ、パネルを踏まなければならない。もしくは片足で2枚ですね、パネルを2枚同じタイミングで反応させなければならないという矢印の配置でございます。はい、今回の動画はですね、同調子徹底攻略ということで、同調子が苦手な方向けにですね、中級者以上ですね、中級者以上、または高難易度をやる方向けに、解説させていただきたいと思いますので、初心者の方はですね、同調子の多い、グルーブレーダーでいうエアーと書いてあるところですね、が多い譜面をもう少し練習してみて、それでもできない、難しいと思ったら、はい、もう一度この動画に来ていただければなと思います。同助詞というもの自体がですね、単語詞、一つの矢印が降ってくるよりも、そもそも難しいので、初心者の方ができないのは当然なんですよね、同助詞というのは。なのでですね、もう少し同助詞の多い譜面を練習してみて、それこそ同助詞がある程度できるようになったら、脱初心者という部分もありますので、その横まで行って、それでも同助詞の多い譜面が苦手だと思って、たらよかったらまたこの動画に来てくださいということで、今回はちょっと中級者以上の方向けの動画になります。はい、よろしくお願いいたします。はい、今右側にですね、家庭用 DDR-X ですね、プレイステーション2版のエディットモードで隅田川花恋歌の譜面を再現して出しています。サビの部分ですね。同時押しが苦手だという方がですね、こぞってここが難しいという地帯でございますけども、代表的な譜面でございますけども、今回攻略解説をやるにあたってですね、徹底攻略ということで書きましたけども、一つ僕が皆様に聞きたいことがあるんですよ。っていうのもですね、大事なことなので文字に起こしました。はい。あなたは本当に同時押しが苦手ですか？はい、すごく嫌な書き方になっちゃいましたけどもね、ここちょっと大事なことなので覚えておいてください。あなたは本当に同調子が苦手ですか？ということでですね、隅田川花恋歌、レベル16ありますけども、今右に出てる譜面ですけども、この譜面非常に難しいですね。苦手な方に聞くとですね、じゃあこの苦手な箇所どうやって対処していますか？苦手であれば苦手なりにどうやって踏んでいますかというとですね、結構多いのがですね、同時押しを使ってですね、すべて同時押しにしてしまって踏んでいるって答える方が多いんですよ。はい。例えば、右上、右、右下、下、縦ってなってるじゃないですか。この、単押しのところをですね、2歩目の右とか3、4、3歩目か、3歩目の下とか4、5歩目の上をですね、その手前の矢印の同調子と同じのを踏む。つまり右上右上、左し、え、右下右下、上下上下、左上左上というふうにですね、2個ずつ同時押しにしてしまって、すべて同時押しにして踏むことで踏めるようになりますって答える方、結構いると思うんですよ。でもよく考えてほしいんですよ。同時押しが苦手ですと言ってる方がですね、同時押しにすべてしたら踏めます、すべて同時押しで踏むことで踏むことができますって矛盾してません？おかしくないですか？はい、そこなんですよね。今回大事なところは、同時押しが本当に苦手な方なら、すべて同時押しにしたらはちゃめちゃ難しくなって崩壊してしまうんじゃないかって普通に考えて思うんですよ、僕は。はい。なのに同時押しがいっぱい来る地帯
すべて同時押しで取ったら取れますよ。その人は本当に同時が苦手なんですかって。はい、もう何回も言います。はい、これもう一回出しますね。あなたは本当に同時押しが苦手ですか。実はすべて同時押しで踏むことによって踏めるということは、あなたは同時押しの方がもしかしたら得意なんじゃないですかと言えるぐらい、ここは矛盾していることなんですよね。はい、これどういうことか、これから説明していきたいと思います。はい、それではですね、今回徹底攻略ということで時間をかけて少しずつやっていきたいと思います。はい、まず一つ目の例なんですけども、1P 側の譜面、右側の画面、1P 側の譜面を見ていただきたいんですけども、左上、左左右という譜面なんですけども、これが苦手な方っていると思うんですね。まあ、この最後の左右が例えば左下とかでもいいんですけども、同時1個同時という譜面が苦手な方いると思うんですよね。で、2P 側の右側の矢印を見ていただきたいんですけども、同時に全てしてしまってます。2歩目の単押しも1歩目と同じ左上にしてしまっているんですけども、これで踏むと踏めるという方、この譜面だったら苦手じゃないよっていう方もいると思うんですね。もちろんこれが苦手という方もいると思うんですけども、はい、ただこれにすることによって踏めるという方はですね、先ほども言いました通り、同時押しじゃないところも同時押しにして、全部同時押しにしてしまったら踏めるというのはですね、同時押しが苦手ではないっていうふうに考えてほしいんですね。はい、まあこの例だけだと分かりにくいんで、次の例に行きたいと思います。はい、次の例なんですけども、1P 側の譜面を見てください。左上右下1、2、3という譜面ですけども、例えばこれが苦手だったとします。はい、この譜面、左上のからですね、右下に足を引くタイプの譜面ですけれども、じゃあこれ右側の譜面見てください。2P 側、左上、右下っていうふうにですね、することによって、実はこっちの方が簡単に踏めるっていう方いませんでしょうか。もちろん右側の譜面の方が難しいので、こっちの方ができないよって方もいますけども、中には右側の譜面だったら左側と違って踏めますよという方いるんじゃないでしょうか。この方はですね、同調子が苦手ではありません。はい、この譜面ですね、左足を下に持っていくところが難しいんですね。左側の譜面ですけども、元の譜面ですけども、はい、これはですね、まあ単純に同時押し一歩だけだったら、まあミスしないと思うんですけども、同時押しが入っていることによってスライドを必要とされてるんですね。それがですね、全部同時押しにすることによって、ただ早く四分八分を踏むだけの踏み方になるわけですね。はい。なので、この譜面が苦手な方は、もしかしたら同時押しが苦手なのではなく、スライドが苦手な可能性があります。はい、なのでもう一度聞きましょう。あなたは 本当に同時押しが苦手ですか？これ毎回出そうかな、もう。苦手意識がある人に苦手ですかと聞くのも酷なんですけども、本当は皆様同時が得意なんじゃないか。だけども、他の同時押しが苦手、同時押しがいっぱいあるから、そこの地帯は同時押し地帯なんだって考えてしまって、本当は同時押しでないところが苦手なのに、同時押しのせいにしてるから根本的に解決できてないんじゃないかっていうのが、まあ、今回の僕のね、この動画の一番大事なところになります。次の例を出したいと思います。はい、次の例なんですけども、左側 1P 側の譜面を見てください。左上下右という配置でございます。これ苦手な方非常に多いんじゃないでしょうか。この配置、はい、まあ、左足で左、上下はどっち足で踏んでもいいんですけれども、そこからまた右に右足を持っていくということでですね、まあ正面で踏むなら2回スライドをするという、その2回目、1回目と2回目が重なってるので難しいという譜面でございますけども、右側の譜面を見てください。上左右の同時押し下、この譜面は苦手じゃないよという方いるんじゃないでしょうか。左の譜面は苦手だけども、右の譜面が苦手ではないという方、この方は同時押しが苦手ではないです。はい、これはですね、視覚的に難しい譜面なんですけども、実はですね、この右の譜面っていうのはですね、左側の譜面にライト、ターンオプションライトをかけて右に90度回した配置なんですね。はい、
これだったら苦手じゃないよ。この譜面ですけども、右側の譜面。まあ、踏み方のパターンがいっぱいあるんですよ、これ。上の矢印を右足で踏んで、まあ、左右は左足で右足で踏むと思うんですけど、上を右足、下を右足という方法もあるし、上を右足、下を左足という方法もある。逆もそうですね。左、左、左、右っていう方法もあるんで、まあ、パターンとしてはちょっと多くて厄介なんですけども、この譜面を例えば、上の矢印を右足で踏みました。左右を両足で踏みました。そして下の矢印を左足で踏みました。っていう場合ですね。はい。右、左右、左という足の順で踏んだ場合は、左側の矢印の踏み方と同じくなるんですね。はい。っていうのもですね、これ左側の左、縦、右って、左、上下、右っていう踏み順ですね。これ別に左足から入らなくてもいいんですよ。右足から入って、さらに右足で終わる。右足を3回連続で使うという踏み方をしても別にいけないわけではないですし、その逆、左足を3回使うという踏み方でも別にいけないわけではないです。まあ、前後関係にもよりますけども、苦手であればそういう踏み方でさばくこともできます。はい。これ何が難しいかっていうと、スライドを2回使わなきゃいけない。左足から、左側の譜面で言うと、例えば左足を左から下に持ってきます。そうすると右足を上から右に持ってきます。このスライドを二重にしなきゃいけないっていうのが難しい。頭の中でちょっとこんがらがってしまう。混乱してしまうので難しいのであって、じゃあこの真ん中の8分の同時1個だけポンってきて踏めないなんてことはないと思うんですよ。であれば、ちょっと今譜面をいじりますけれども、この配置にしたらどうでしょう？左右、同時、左右。これ苦手じゃないって方いるんじゃないですか？はい。逆にこれが苦手だっていう方もいると思うんですけども、これは難しい配置ですから、苦手な方がいて当然、まあ、苦手というよりも、これは本当に難しい配置なので、単純にできないよって方がいるのは当然なんですけども、逆にこの配置にした方が、この配置より踏みやすいよっていう方いるんじゃないですか。その方も同時押しは苦手じゃないです。はい。ということですね。まあちょっとね、難しい配置の説明になったんですけども、この配置が苦手なのを同時押しのせいだって一概に言ってはいけない。それを同時押しのせいで難しいんだって言ってしまうから、根本的に、何が難しくてできないのかっていう解決に至ってないっていうふうな考え方ができるんじゃないかなって思います。もう少しね、次の他の譜面の配置の例もやりたいと思います。はい、次の例です。1P 側の譜面、上下の同調子、上上上上上、右上の同調子、上上上上上って、これ見たことありません？スノープリズムシングルチャレンジの譜面でございます。すごく目立つ地帯なんですけども、これ同調子が苦手だよっていう方いるんですけども、これはもう見てお分かりの通り、同調子2箇所しか入ってないんですよ。どう見ても上の縦連打ですよね。これを同調子のせいだっていうのは、ちょっと無理があるんじゃないかなっていうのは思うんですけども、この地帯同調子が苦手だって、まあこの後もう少し同調子が増えてくるんですけど、それによりも、ここは縦連打、上の縦連打だろって思うのが普通だと思うんですけど、これをでも同調子が苦手だっていう方もいるんですよね。これ同調子が入ってなくて上の縦連打だけだったら踏めるよっていう、まあそういう考え方もあるから、やっぱり同調子が苦手だっていう方もいると思うんですけども、じゃあ右側の譜面見てください。はい、全部縦の同調子、右上の同調子にしました。まあ BPM が早いんですけども、例えばこれが BPM150 ぐらいだったとしましょう。そしたらですね、左側の譜面だと安定してパーフェクト衣装を出せないけども、右側の譜面だったらそんなに難しくないよ、踏めますよって方いません？もうこれどう考えても同調子得意でしょ？これ右で踏める方は。そういうことなんですよね、これも。はい。同時押しって実は万能だったりするんですよ。まあ、スピードが速い譜面になってくると同時押しで踏んだことによって変にグッドが出てしまうとかあるんですけど、ある程度の速度まではですね、同時押し、両足でパネルを踏むことによって、その反動であったり、左右の足が、同じ高さで上げ続けることができるっていう部分などもあってですね、意外と同時押しって、
苦手意識ある人ほど得意だったりするんですよね。同時押しにしてしまった方が、こういう縦連打も簡単に踏めてしまうっていう方も中にはいるんです。もちろん右側の踏めるのが難しいので、右側の方が苦手ですよという方もいるんですけども、はい、これは、スノープリズムの譜面ですけども、同時が入ってるからといってどう見ても縦連打ですっていう話ですね。はい、だからこれはもう一回聞きましょうか。あなたは本当にた、同時押しが苦手ですか？はい、縦連打が苦手なんじゃないですかっていうのが、まあ、スノープリズムの譜面の一例でした。はい、もう少しね、今日は徹底解説なんで他の譜面も見ていきたいと思います。はい、次の譜面です。1P 側を見ていただきたいんですけども、同時押し、単押しがややこしく入ってるこの譜面、結構ややこしい譜面なんですけども、これはですね、シングルのファシスネーション、なんだっけ、エターナルラブミックスですね。通称エタラブの譜面での前半部分、連続停止地帯の前に入ってる配置でございます。まあ、エターナルラブミックスと言いますとですね、後半に、いわゆる、まあ、隅田川花恋歌と同じようなですね、昔はエタラブ地帯なんて言われたんですけども、が有名ですけども、そこよりもですね、ここ結構ややこしい、低速の部分なんですけども、ややこしい譜面してるって思ったことはある人いませんか？はい。まあ、ここが苦手じゃない方はそんなに同時押しが苦手じゃないのかなと思うんですけども、この譜面よく見ると結構同時押しと単押し厄介ですよね。はい。この譜面なんですけど、まあ、ここが苦手だという方も結構いると思うんですね。まあ、低速なので読めなくて苦手だっていう方はちょっと同時押しとはまた関係ない話になってくるんですけども、この例えば、今 1P 側と 2P 側同じ譜面にしてるんですけど、ここですね、 2P 側の今カーソルが合ってるとこ、右上左右上タンタンタンって、これ左足を3回使うの難しいですね。はい、これ、まあ、今言った通り左足を3回使うのが難しいんですよ。同時押しが難しいのかと言われるとちょっと違う可能性があるんですね。ここが苦手だとします。右上、左、右上が苦手だとします。これをですね、じゃあ、ここに一歩入れたらどうですか？はい。踏みやすくなるって方いるんじゃないですか？同時押し、単押し、同時押しなんですけども、同時押しを1個増やすことによって3連打にするんですね。これなんで簡単になる人がいるかというとですね、左足を3回使うスライドですね。まあ、同時押しによって左足がスライドしなきゃいけないという状況が作られてるんですけども、同時押し3つにすることによって、ただ3回両足で踏むという、まあ、ちょっとスピードが速い譜面を踏みますよっていうことでですね、まあ、片足で左を踏むよりも両足で左右踏んだ方が跳ね返りが強いとかですね、同じ角度高さで足を上げれるってことで簡単になるっていう方いるんじゃないですかね。実はここが左右同時にしたことによって簡単になる人っていうのは、同時押しが苦手じゃなくて、むしろ同時押しが得意で、まあ後ほど説明するんですけども、このね、ここの同時にした方が簡単になるっていう方はですね、同時押しが得意なんですよ。はい、苦手なのは左の3回スライドなんですね。で、ここ戻しまして、その次の譜面、この上かぶってるところからなんですけども、上下右、左下っていう譜面ですね。タンタンタンって、下が縦連打になっています。はい、これが苦手な方、右上下左下、これが苦手な方、本当に同時押しが苦手なんですかって、これも聞きたいところなんですけども、右上下左下、どこが踏めないですか？同時が踏めないって簡単に自分の中で解決してませんか？どの矢印が実際には踏めてませんかって言った時、最後の左下のこの同時が踏めないんじゃなくて、この同時の左か下のどっちかが踏めないってことが多くないですか？これはですね、縦連打が下が2回続いていることによって、まあ、そこが踏めないか、もしくは縦連打しながら左足で左を踏みに行くのがずれてしまうってことが多いんですよ。なので、この譜面、こうしたらどうですか？はい。右上、左下、左下っていう、タンタンタンってしたら、踏めませんか？はい。踏めない方もいると思うんですけど、踏める方は同時押しは得意なはずです。
ただ縦連打であったり、この同時に2つのことをしなきゃいけないっていうことが苦手なはずなんですよね。で、この次に行きます。はい。この最後ですね。左下、右、左下。まあ先ほどの右上と一緒で、これも下、右、下を右足でスライドしなきゃいけない。はい。これが苦手な方。こうしたらどうでしょう。これで踏めるようになったりしませんか？同時押しに3つしたことによって踏めるようになったりしませんか？まあしない方は同時押しが苦手かもしれないですけども、これで踏めるようになった方は同時押しが得意です。もしくはですね、例えばですけど、すごく強引なことになるんですけども、左下を、まあ、左足と右足で踏みます。次の右を、例えば右足で踏みますね。そして最後の左下をですね、ひねってみたらどうですか？っていうのも、今、左下を踏んだ後、右を出しました。つまり左右に足がある状態です。この状態でかなり厳しいんですけども、下を左足、左を右足で、グッて回す。はい。これでめちゃくちゃ難しいことしてますけども、踏めるようになるっていう方いるんじゃないですか。まあもちろんそんな難しいことやる必要はないんですけど、もしそれで踏めるようになる方は同調子が苦手なわけではなく、スライドが苦手なはずです。これ逆でもいいんですよ。例えば、まあこれちょっと上があるから厄介ですけども、今譜面としてこういう譜面がありました。はい。これだけが単品でポンってきた時に、左足で下を踏みます。右足で左を踏む。要はひねった状態ですね。体が左に半身向いている状態から、右足を遠いですけども、右足で右を持っていく。その状態から今度は普通に左下を、左と下で、左と右足で踏む。ちょっと遠いんですけども、そしたら全然苦手じゃないよ。まあ、難しいこと、難易度は上げちゃってるんですけどね。苦手じゃないよっていう方いるんじゃないですかね。はい。これはですね、なんでできるようになる人がいるかというとですね、正面を向いて下、右、下をスライドするのって結構難しいと思うんですよね。でも、さらに右足をひねって入ると遠くなるんですけど、遠くから右に持ってったことで勢いがつくんです。その勢いの反動で左下の最後の動詞まで持ってこれるっていうことでですね。じゃあ、動詞押しが苦手なのかって言われたら違いますよね。勢いをつけることが苦手なんですね、これは。スライドに対して。ということもあります。ちょっと難しい説明になりましたけども、はい、そういったこともあります。はい、次の例です。これで、まあ、例題は最後にしたいと思うんですけども、左下、上下、右上ですね。はい、1P 側の譜面ですけども、これ苦手という方いるんじゃないでしょうか。これにライトをかけたものが、右側の譜面ですね。合ってるかな、ライトで。はい。左上、左右、右下。これ、まあ、どっちも苦手っていう方もいるかと思いますけど、左側が苦手で右側が苦手じゃないっていう方、逆に右側が苦手で左側が苦手じゃないという方いると思うんですね。はい。これも右にライトをかけただけなので、やってることは一緒なんですけども、これは認識の問題ですね。これは、認識の問題ですね。はい。上下って非常に同時押しとしては認識が難しいんですよね。っていうのも、上下って、まあ、この配置で言えばストレートに来たところを踏めばいい配置ですけども、上下って右足で上、左足で下を踏んでもいいし、左足で上、右足で下を踏んでもいい、どっちでもいいっていうのが、まあ、DDR においてどっちでもいいっていうのがね、かえって難しい譜面なんですよね。その点、右側左右というのは、よっぽどの譜面じゃない限りは、左は左足、右は右足で踏むと思うんですね。迷わないんですよ。なので、この譜面が来た時に、左側の譜面は、上下を、まあ、この場合ストレートに行けますけども、縦連打が2つ入ってるんで、ちょっとややこしいんですよね。ですが、右側の譜面の場合っていうのは、左右はもう左右で踏むのを分かってるんで、意外とこのパッと見た時に、1歩目と3歩目しか認識してなかったりするんですよね。なので踏みやすい。でも左の譜面は3個の矢印を1個1個どこだか認識しなきゃいけない。だから難しいっていうのがあるんですよ。ですね、同時押しに関して認識の面で言うと、
意外と左右の同時押し、まあ、シングルの場合ですけど、左右の同時押しってそんなに皆さん意識しないで踏めるようになってるんですよ、中級者以上の方って。でも縦の同時押し、上下の同時押しに関しては結構無意識であっても警戒をしてるはずなんですよね。どっち足で踏むのかとかですね。はい。で、結構やりがちなのが癖ですね。右足で上を踏む、上下の同時押しとしてですね、右足で上を踏む、左足で下を踏むっていう癖、もう縦の同時が来たら右足が上に出てしまう。この場合、左足が上の方が踏みやすいんですよね、1P 側の踏み。でも、癖として、この配置が来た瞬間、認識、頭がこの縦の同時押しだと思った瞬間、右足を上に、左に、今、下を踏んでますけども、なので、左足を上に出した方が楽なのに、無意識に右足を上に出してしまおうっていう方がいるんですよ。まあ、これは僕もあるなんですけどもね。ただ、この配置を見たときに、ちゃんと左足で上を持ってった方が楽なんだっていうことができるかどうかっていう問題なんですよ、これは。右側は左右同時押しなんで迷わないんですよ、これ。踏み方右側迷いませんよね。でも左側は、慣れていれば迷わないかもしれないですけども、パッと来た時に迷ってしまう。これが縦の同時押しの怖さなんですね。でもそれって同時押しを踏むことが難しいのかと言われると違って、それは認識の問題なので、例えばこれが同時押しじゃなくても縦の地段だであっても、どっち足を上に出そうかなと迷うはずなんですよ。はい、縦の地段だがふわーっと聞きました。下上下上下とか、譜面弾きましょうか。何もないとこにいきなりですね、こんな譜面が来ました。はい、どっち足で踏んでもいいですよってなると思うんですけども、まあ、癖でですね、どっちが踏みやすいっていうのは皆さんあると思うんですよ。右足をで下を踏んだ方が踏みやすいとか、まあ、その逆もいると思うんですけども、この自分の中のどっちが踏みやすいっていう癖がですね、同時押し、縦の同時押しに限ってはですね、その方向で踏むと踏みにくいっていう場合があって、それを警戒して頭がですね、どっちで踏まなきゃって迷ってるうちにもう分かんなくなって通り過ぎてってしまうなんていうことがあるんですよね。縦の同時押しの難しさですね、これは。なので、ただこれに関しては認識の問題です。認識と、踏み方の理解の問題です。なので、まあ、研究すればできると思いますね。はい。まあ、これね、一ついい例があるんですよ。確か B ラビンっていう、シングルの、そんな難易度高い譜面ではないと思うんですけども、こんな感じの配置があったと思うんですよ。ただ、倍速、ハイスピードが速い人って、これ、この時点で、下が来た時点で、まだ左右が見えないんですよね。ハイスピードを上げるとすると、今、縮めちゃった。こういう状態です。これ来た時に、どっち足で入ったらいいんだろうって思って、左足で下を踏んだとします。そうすると左足で下、右足で上って踏んでったら、はい、交互に踏めました。次、左来てますね。これが左足になります。ただ、これ自分の癖とか感覚で、あ、右足で下踏んだ方が踏みやすいな、左足で上踏んだ方が踏みやすいなと思って入ったら、ここまで来てスライドが必要になってしまった。これが非常に速い譜面だったらもうこれね、はい、すげえ大変ですみたいななっちゃう。ラストカードっていう地段だ、まあ今エクストラステージにある曲ですけども、地段だ曲。あれ、滝に入るとき上下の地段だ入ってみましたけども、ああ、逆だったなんていうことはありませんか？それと一緒なんですよね、縦の同時押しの認識の難しさって。ある程度譜面を知っておくこと、もしくは倍速を上げすぎないとか、研究して、あとはまたスライドうまくなるとか、そういうのも必要だと思うんですけども、縦の同時押しの難しさは研究が必要という部分もあったりするんですね。ただ同時押し縦そのものが難しくて踏めないかというとそういうことではないんで、ちょっとややこしい話になりました。じゃあここまでいろんな例を出していったんで、じゃあまあ解決法ですね。同時押しがまあ得意か苦手かはともかく、同時押しのこういう譜面が来たとき、どうやって踏んでいけばいいのかっていう解決法をこれからやっていきたいと思います。はい、ちょっとカメラを切り替えました。右側に今回パネルを使おうと思って、新しく、最近作ったんでこれも見せたいなと思って動画撮ってるんですけども、はい、右側に私の高助の部屋の画面を出して、左側にゲーム画面に変えました。
まあ、ゲーム画面そんな使わないと思うんです。まあ、早速やっていきたいと思うんですけども、同時押しが苦手な方、私から見て2点原因があると思うんです。大きく2点。まあ、結論から言いますと2点あると思うんですけども、1つ目は、パネルを強く踏みすぎている。必要以上の力パワーで踏んでいる。だから、力を使いすぎていて、まあ、制御が効かなかったり、体力が持っていかれてしまったり、足の筋力がね、疲れてしまったりっていうことがあって踏めないっていうことが1つ目。そして2つ目は、同時押しの前後、踏む前、踏んだ後、足をちゃんと上げていない。はい。これですね。足を上げていないっていうのが2つ目。まあ、よく考えれば、足を上げなきゃ踏めないっていうのはよくわかると思うんですけども、まず1個目の方から説明していきたいと思います。まあ、これはね、高助の部屋でいろいろ考察会で使った木槌なんですけども、こういう感じの、こっちかカメラ。はい、ただの木槌ですけど、これをですね、コンって右手で、まあ、力いっぱいでもいいですよ。ガンって叩きます。何か物を叩きます。壊すとします。はい。まあ、釘打ったとします。はい。これ、片手でポンって叩くのと、はい。これを両手で持って、ちょっと短いんですけどね、両手で持って思いっきり叩くのと、どっちが力が出ますかって聞いたら、間違いなく後者ですよね。両手で持って振りかぶった方が、全力でやった方が力は強いですよね。まあ、これが、木槌じゃなくても、例えばね、バールのようなものとか、まあ、なんだろう、剣道の竹刀とか刀とかでも何でもいいんですけど、武器持って長いもの持って叩こうと思ったら、両手の方が片手よりもはるかに力が出ると思うんですよ。これ足でも一緒で、パネルの方にカメラを移します。普段、パネルを踏む時、片足で踏む時って、例えば銀パネルに左足を置いて、右パネルを右で踏んだとします。ちょっと画面が左右反対になってしまっている人見づらいかもしれないですね。こう踏んだとします。この時、例えばパネルを5キロの力を加えないと反応しないとしたら、5キロ以上の力で右足を踏むわけですよね。はい。じゃあこれを両足で右のパネルを踏んだらどうでしょう。こういうふうに。はい。同じくらいの力か、もしくは全力でやった時、片足で踏んだ時よりも、両足で踏んだ時のがはるかに力は強いはずです。はい。自分で力加減しない限りはですけども、まあ、全力でね、右足で思いっきりパネルを踏むのと、まあ、地面でもいいですけど踏むのと、両足で思いっきり地面を踏むのと、どっちが強いかって言ったら、両足で踏む方が間違いなく強いんですよ。はい。で、これでですね、左右同時押しを踏んだとしましょう。右足で片足で右を踏んでる力で、左右両方同じ出力で踏んだとしたら、強すぎるんですよね。言ってること分かりますでしょうか？体重もかかりますし、片足で踏むよりも両足で踏む方がはるかに力が強いんで、右足片足で踏んでた時の力と同じで踏んでしまったら強すぎるんですよ。もう力は半分か、もう4分の1ぐらいでも下手したら反応する。まあ、体重とか踏み方によってもかかる力は違うんですけども、自分の踏み方で、どれくらいの力で踏んだらパネルが反応するかは皆さん感覚でわかると思うんです。ただ、同時押しっていう譜面が来た。同時押しは難しいぞ。同時押しは、力入れないと踏めないぞって思ってるから、強く踏んでしまうんです。同時押しを強く踏んでしまうんです。同時押し強く踏んでませんかってまず聞きたい。そこなんですよ。同時押しは強く踏まないと踏めないって思ってる方、それは間違いです。同時押しこそ両足で踏む、まあ、2枚抜きは別ですよ。2枚抜きは別ですけども、両足で踏むときは、片足で踏むときよりもはるかに軽い力で踏めます。これ、なんか言われないと気づかないことでもあるんですけども、これしっかり覚えておいてほしいんですよ。同時押し、両足で、まあ、どこのパネルでいいんですけども、両足でパネルを踏むときは、片足で踏むときよりも、はるかに弱い力で反応させることができます。これをちょっと理解していただきたいですね。なので、力を入れすぎると、その力を入れすぎたことによるパワー消費であったり、スタミナ消費であったり、またはその、ね、力を入れて踏んだものをまた持ち上げるっていうのは、かなり難しいことですから、これがまず一つ目の踏めなくなる原因だと思います。はい。はい、二つ目の方行きたいと思いますけども、二つ目の方はね、一つ目の方と対になってるんですけども、これはですね、足を上げていないというのはですね、まあ、もちろんこの DDR というのは踏むときにですね、例えば右足で右足を上げる、右足を下げる、
はい、パネルが反応します。左足を上げる、左足を下げる、パネルが反応します。当たり前です。これ足を上げないことにはパネルは反応しません。はい、右足で右パネルにずっと今下方向に力を入れてます。ここからさらに思いっきり力を入れたってただの入りっぱなしです。パネルを反応させるには一度ほんのちょっとでもいいから上げないといけません、足を。で、これ同時押しの時どうするかというと、同時押しの時も同じく両足の足を空中に上げて、で、着地しなきゃいけない。まあ、上げるタイミング左右バラでも別に構いません。ただ、着地を同時にしなきゃいけないっていうのが、あると思います。まあ、足を上げないとパネルは反応しない。これは当たり前ですね。はい。まあ、力を抜いて、軽くパネルから離してと言っても、やはりほんの0.0何ミリとかで、やっぱり足をパネルから離さないと、まあ、それこそセンサーが中に入ってます。センサーが一度へっこんだものをもう一度復活させる、元に戻る動作をさせなければパネルは反応しません。まあ、厳密には足を上げないと反応しないというよりも、その中にあるセンサーが押し込まれたものが一度戻らないと反応しないというのが、まあ、厳密に言うとそうなんですけども、足の動かし方で言うと一度上げなければ反応しないっていうのが、まあ、当たり前なんですけども、DDR なんですよね。はい。で、1個目で言った同時押しで力を入れすぎてませんかっていうところなんですけど、同時押しを踏んだ時に、例えば右上の同時押しを力いっぱい踏みました、力を入れてます、この状態から次のパネルが上ですって言った時に、この下に体が思いっきり力入ってる状態からこの足を上げるのは大変ですよね。前にですね、潰れない踏み方という動画を上げたんですけども、まあ、見てくれた方ありがとうございます。その時と同じでですね、体勢がですね、今上半身移しますね、同時押しを踏んだ時にグッと落ちてませんか。これは下にすごく力が入りすぎて、地団駄の時と同じで次に足が上がらないんです。この同時押しを踏んだ時も、普通の単押しを踏んだ時と同じぐらいの体勢を保っていると、非常に足は上げやすい。まあ、これがね、2つ目の苦手な理由なんじゃないかなっていう部分でございます。はい、それでは具体的にやっていきたいと思います。先ほどのエディットの譜面を使ってやっていきたいと思います。曲はブルーレインなんで BPM150 ちょっとぐらいだったかな。そんな速い曲ではありません。8分の譜面やっていきたいと思います。まず、ゲーム画面を見てください。左上、左、右、左右ですね。左右っていう、まあ、左が縦連打になってる譜面が、同時押しがあるとします。これが苦手だとします。はい。で、まあ、まずやってみましょうか。この譜面がうまく踏めない人、私から見てですけども、苦手だという方の踏み方をまず再現します。ベタ踏みでやりますね、最初は。まず、分かりやすいです。はい。まあ、踏めてますけども、はい。次を見ていただきたいです。次が、今回私が説明する踏み方です。はい。まあ、まずベタ踏みでやります。はい。わかりにくいと思いますけども。なので、次はつま先踏みでやります。つま先踏みは、わかりやすいです、非常に。まあ、大げさにやりますね。はい。これが、主に私の踏み方です。違いが分かりますでしょうか。ちょっとメニューに戻って譜面を見ながら説明したいと思います。はい、この左上、左右、左右という同時押しですけども、まず左上ですね。はい、踏みました。画面が今踏んでるからいろいろ動いてるのは無視してください。左上を踏みました。そして左を踏みます。そして左右を踏みます。はい、当たり前ですね。順番を追って説明します。左上を踏みます。そして左足で左を踏みます。そして左右を踏みます。これが一番最初にやった踏み方です。譜面を来た通り譜面を踏んでいる踏み方です。でも、これって難しいことしてるんですよ。意味わかりますかね。1歩目左上を踏みました。次、左を踏んでる時に右足が、譜面がないにもかかわらず上にいるんですよ。つまり、
この8部のタイミングから次の右にスライドをする。8部のタイミングでスライドしてるんですよ。でも、例えば、カットをかけたとします。左上の動助詞、左の縦連がなくて左右の動助詞、まあ、単純にパンパンって譜面だったとします。これ、右足を上から右に移動するときに、今度はギリギリまで待ってポンなんてやらないですよね。はい。単純に余裕を持って、はい、踏みますよね。まあ、動詞押しというものがですね、単押しに比べて、少し余裕を持って、予備動作を持って踏まないといけないっていうこともあるんですけども、はい。左足に譜面が縦連打で入ってるがゆえに、右足をそこで待っているから、8分のスライドをしなきゃいけないっていう難しさが出てるんです。でもこれよく考えてください。右足の譜面は四分で上右しか入ってないんですよ。だから四分で上右を踏むのと一緒なんですよ。なので、もう2歩目で左上の2歩目の時にはもう右に行こうとしてていいんですよ。それぐらい余裕があるんですよ、右足は。ただ左足がそこに踏まなきゃいけないのをここで待っちゃってるんですよね。だから余裕がない。2つ目に踏んだ踏み方っていうのは、ベタ踏みで同じような踏み方しましたけども、2歩目を踏んだ時、片足浮いてるんですよ、若干。で、こう踏んでるんですよ。1歩目の、1回目に踏んだ時って、こうなんですよ。2回目に踏んだ時って、こうなんですよ。で、一番最後に踏んだつま先踏みの分かりやすい踏み方は、もこうなんですよ。はい。2個目の縦連打が、片足上げて踏んでるんですよ。ケンケンパみたいな感じですよ。パーケンパか。パーケンパみたいな感じなんですよ。まあこれが同時1個同時だったら、1個同時1個か。だったらケンケンパーですけど、パーケンパ、ケンパケンパって子供の時やりませんでした？ケンケンパって。あれと一緒なんですよ。ケンの時って両足じゃないですよね。片足ですよね。ケンパ、ケンパ、ケンケンパですよね。まあどっち足でもいいんでしょうけど、ケンの時を思い出してほしいんですよ。剣の時って片足じゃないですか。これ両足で踏んだら大変ですよね。はい。それもこの譜面に関して言えば、剣の時に右足を、ついてしまっていると、次が8分のスライドになってしまう。わかりますでしょうかね。なので、難しい。本来、四分で上から右という、大して難しくない譜面のはずなのに、8分で上から右っていう難しい譜面にしちゃってるんですよ。この足を上げていないことによって。はい。足を上げていない。動詞押しを踏むための予備動作として足を上げるのは必須なんですけども、それが遅い。足を上げるのが遅い。縦連打の方に集中してしまって、縦連打ではない方の足を上げるのが遅い。これがですね、この譜面の苦手とされる原因です。はい。はい、次の例でいきたいと思います。まあ、最初にエディットで説明した譜面をどんどんやっていこうかなと思うんですけども、上の矢印を見てください。左上右下という矢印ですね。これも先ほどと同様で、左上右下と踏んだ時に、左の足が上を踏むまで待っている状態にあると、最後の右下の動詞押しが左から下が踏みづらい。この譜面で言えば、上から右を右足でスライドしてる状態になるので、本来右足の方が難しいのに、左足、最後右下の動詞押しの下を踏む左足が追いつかないなんて人いませんでしょうか。はい。足元を映しますけども、この譜面で言えば、左上動詞押しなので、本来、なんかパネル踏んじゃった。まあいいや。本来、上から右の方がスライド8分で難しいはずなのに、この引いた時の左足の下の方が難しいっていう感じてる人いないでしょうか。これはですね、先ほどと同じく、右足で上を踏んだのを待っちゃってるんですよね。待っちゃってるから、それも右足はまだ踏んだ惰性で、反発で踏みやすいんですけども、左足は地面にぐっと力を入れて待っちゃってる状態のものを
後ろに引かなきゃいけないという感覚になるから、右足の方が本来難しいはずなのに左足が難しくなってしまっている。これが左足を上げるタイミングが早ければ、上を踏む右足の時には少しもう上がってるぐらいのタイミングで踏めば、まあ、右のスライドは難しいですけども、左足が遅れるということはないと思います。ここで難しいのは上から右のスライドだけのはずなんです。なのに左足の引きが難しい、もしくは両方、もう左上から右下に引くようになってしまってないですか。左上から右下に引くようになるのではなく、左上と踏んでる時にこうなるんですね。はい。難しいのは本来ここ上から右のスライドのはずなんです。右、左上の同時押しから引く感覚ではなく、下を踏むと同時に右足をスライドさせるという感覚の方がここは踏みやすいはずです。なので左足の1歩目を踏んで2歩目の上を踏む時にはもう足を上げてたい。で、これただ右足に、左足を上げるがゆえに右足に力を入れすぎると、このスライドが難しい。なので、高さは調整しましょうっていう感じですね。で、この先ほども1点目で言った同時押し、最後にの右下の同時押しって、思ってるほど強く踏まなくても入ります。同時押し、両足で踏むので。なので、ここの上の端押しはちょっと力がいりますけども、最後は両足の力に任せて軽く踏めば、左足も最初に軽く上げておけば、こうやって、こういうふうに踏めます。まあ、ケンケンパですね。これこそケンケンパですね。はい、の感覚でございます。はい、次の譜面に行きたいかな。まあ、プレイはしなくても大丈夫でしょうか。次の譜面に行きたいと思います。はい、次の譜面の説明です。左縦の同時押し、右の譜面でございます。まあ、これは認識の問題だということで、先ほどライトをかけて説明しましたけども、これもですね、同じことです。左を踏んだ時に、縦を踏む準備をしていないと難しい。この縦の同時押しは、どっちが上でもいいです。右足が上でも左足が上でもどちらでもいいです。この2択は、まあ、上下の前後の譜面の関係とか自分の得意な向きとかによって変えていただければいいと思うんですけども、この譜面、足元を映します。はい、左で、じゃあどっちにしようかな。じゃあ右足、上下の同時押しは右足でした。左足で上を踏むパターンとします。はい、その時に左を踏みます。上下を踏みます。右を踏みます。当たり前のことなんですけども、でもこれじゃ遅いっていうのが先ほどの説明から分かりますでしょうか。例えばこれが、右足で下を踏む場合ですと、普通に左下って8部来た時カタンって踏まないですか？ここを左を踏むのを待ってから下踏むなんてことはありませんよね。余裕持ってダタンって踏みますよね。でも、縦の同時押しが来た時に限って、ギリギリまで待ってませんか？はい。苦手な人は多分これが一番の理由じゃないかなと思うんです。左が来て、左から、まあ、この場合は上にスライドをしなきゃいけないのを待って下を踏んでませんか？でも、本来左と下しか譜面が8部で来なかったら、余裕を持って踏みますよね。はい。これと一緒で1歩目から2歩目は、この余裕があればいいんですよ。1歩目左を踏んだ時にもう右足が若干浮き始めてるぐらい、浮いててもいいです。であれば、同時が簡単に入ります。まあ、これ、エーテルの定則とかにもある譜面なんですけども、まあ、ファインザウェイが一番あるかな。これが、例えば、こう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 とか来た時に、バタバタバタってこう同時のはずなのにリズムがずれちゃう人いません？はい。そういう人っていうのは、2歩目の同時を踏む2歩目の足を動かし始めるのが遅いんですよ。で、それをどうやって踏んだらいいかというと、端押しを剣で踏むっていう、先ほどのと一緒で、もう、余裕を持って剣か剣ぐらいで踏むぐらいがいいんですよね。はい。本来の左下の踏み方をすればいいはずなのに、縦の同時押し、もしくは左の端押しがあることによって、ギリギリまで待っちゃってませんかっていうことなんですね、ここの踏み方は。
逆に縦の同調子がちゃんと踏めてて、右がうまく踏めないって方はそんなに多くないんじゃないかなと。はい。同時から単押しよりも単押しから同調子が踏みが遅れてるんじゃないか。もしこの縦の同時押し、2歩目ですね、踏んでから右が踏みづらいよっていう方は、これは最初に言った縦の同時押しを強く踏みすぎてて足が上がらない。同時押しを絡む譜面の基本は、単押しも同時押しもなるべく同じ力で踏むことなんですよ。で、この同じ力で踏むっていうのが問題で、最初に言った両足で踏むと片足で踏むよりも力が強い。だから片足で踏んだ時の力と同じ力で同時を踏みたかったら加減しなきゃいけない。弱く踏まなきゃいけない。両足を片足で踏む時と同じ力で両足を入れてしまったら強すぎるので、同時を軽く踏んでおかないと次の一歩が出ないんですよ。基本的にはこの3歩、同じ力ですよね。今、まあ伝わらないと思うんですけども、音大体同じ音じゃなかったですか？同時押しが、こんな音じゃなかったですよね。はい、ちょっと伝わるかわかんないですけど、僕の踏み方、3歩同じような力の音しません？これが大事なんですよ。力を入れすぎない。そして予備動作を早く、次の動作のために、普段同調子じゃないとこを踏んでるのと同じぐらい予備動作、足をちゃんと上げるっていうことが、まあ、ここでも大事になってきます。はい、次はスノープリズムのチャレンジの譜面ですね。この譜面、まあほぼ立てれんだろうって言いましたけども、これもですね、苦手な、同調子が苦手なせいで苦手な方にはちょっとコツがあるんですけども、まあ普通に縦連打だけを考えた場合、上パネルだけをこうやって、まあね、潰れない踏み方でも言いましたけども、こう同じ力で踏み続けるっていうのが縦連打のコツでございます。ただですね、これが苦手になる人はですね、最初の上下同調子、まあこれ右に譜面が入ってますから、左足を上で踏みますけども、この上下同調子が、はい、強すぎるがために縦連打が動けないっていうのが1個目の同調子の難しさです。そして2個目の同調子ですけども、はい、同時からちょっと今画面がどっか行っちゃいましたけども、上を連打して、はい、右上の同時を踏んで、また上を縦連打するという部分、はい、この辺りでですね、上を踏んでから右上の同時押しを踏むとですね、この下にある右足ですね、下にある右足は、最初の例と一緒でギリギリまで待っていたら8分のスライドをしなきゃいけないわけですよ。まず最初、同時押しを踏みました。縦連打を踏みます。はい。で、次が同時押しですって言った時に、まだ右足が下にいると8分のスライドをしなきゃいけないわけです。ただ、その1個前ないし、もうちょっと前からですね、縦の同時を踏んでます。この時に、何歩目か前に剣ができていれば、はい、同時楽じゃないですか。タタ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 とか、この状態でできてれば、こうギリギリ待ってドンっていくよりも、このぐらいで、まあ3つぐらいで踏めれば楽じゃないですか。はい。力いっぱいグッて踏むんじゃなくて、ここも同時押しは加減をして軽く踏んであげることによって、はい、次の縦連打も踏める。はい。そういった感じでございます。まず同時押しを強く踏まないということと、同時押しが来る前にも同時押しの場所の足はちゃんと普段の譜面を踏むのと同じタイミングないし、それよりは早く上げておくということが、まずここのコツと言いますかね。はい、本来そう踏むものを8分まで待っちゃっているのが難しくしている要因だということですね。ここも、はい、縦連打自体が苦手だという方は縦連打を練習してください。それは同調子が苦手な理由ではありません。
はい、これが最後の例題で出したやつですね。エターナルハシスネーション、エターナルラブミックスの、連続停止前にある低速の部分の難所なんですけども、これもですね、まず一番最初の動詞からやっていきます。はい、右上の、足元を映してなかった。足元を映します。右上の動詞を踏みます。そして、左下、左。この時点で苦手な人は、先ほどと同じ。先ほどは単押しから動詞押しでしたけど、動詞押しから単押しの時ですね、この右足の、見てほしいんですけど、右足こっちですね。右と上を踏みました。で、左にスライドします。はい、ここまで右を待ってませんかという話ですね。はい、上から右のスライドは8分なので、難しいのは仕方ありません。ただ、この右から下を8分でスライドさせる理由はありません。早めに動く必要がないですけど、早めに動いた方がはるかに楽です。イメージ的にはタンタランみたいな感じですけども、タッタッタッタって、はい、右足をちゃんと上げている、四分で踏む。右足と左足をセパレートに考えることはここは大事ですけども、はい、そこはこういう感じです。はい、これ BPM 200ありますからね、結構早いと思うんですけど、ちょっとやりますと、はい、これが踏みやすい踏み方です。これをギリギリまで左足をスライドすることしか考えてないと、こうすぐ、まあ、ここまだ近いからいいんですけど、こうね、8分でスライドしなきゃいけなくなっちゃう。でもここで右を踏んだ時、ちょっとでもいいから上げておく、こう踏むことができます。はい、その次。はい、左の青ですね。から右上、左、右上、右上、左、右上ですね。まあ、その手前の左から上のスライドは、これはもう単純に難しいです。はい、仕方ないです。スライドを練習してくださいっていう感じなんですけども、はい、これですね、右上、左、右上。これも、左足で上、左、上が難しいんですけども、はい、ここは右足が四分でぴょんぴょんってなってるの分かりますか？右足だけを見てください。右足は右の四分です。はい、右上を踏みました。左を踏みました。そして、また右上を踏むときに、左を踏んだときの右足がまだついてませんか？まあ、ついててもいいんですけども、もう上げる準備がまだできてませんかっていう話なんですね。できていますかっていう話です。ここを四分踏むときって、タンタンなのに、この8分を待っているとですね、こうなっちゃうんですよ。こう踏みたいのに、こうなっちゃうんですよ。これも、わかりますか？ここで堅固するほどの必要は同じ場所なんでないんですけども、少し早く上げると楽なはずなんですよ。はい。で、動詞押しは、最初に言った通り、単押しほど強く踏む必要がないので、ここのスライドが片足に重心が乗ったから上に行きづらいなんてこともないんですよ。これでいいんですよ。こうやって踏む必要はないんですよね。はい。はい、その次に行きます。じゃあ、その次の右上、下、左下ですね。右上、下、左下。はい。これもですね、上ですね。左足の上を見てください。これは普通に、右足が、右下下って踏んでるんで、普通にそもそも難しい配置なんですよ。この動詞が入ってなくても、左足が別のことをしてるときに、右足が右下下っていうのが難しい譜面なんですけども。ただそれを少しでも簡単にするためには、上のから左の左足をちゃんと四分で踏みましょうよっていうことなんですね。この右上から下に引きましたっていうだけだと、ここで左足が上パネルに残っていると、ギリギリでまたスライドをしなきゃいけないんですけど、これも下パネルを踏むときにも、左足が空中に上げる準備ができていれば、余裕を持って踏めるんですね。はい、来たとこ来たとこ踏むんじゃなくて、次の足がどこに動かさなきゃいけないかのための予備動作をしなきゃいけない。ここまでやりますと、
はい、こういう感じなんですね。これがギリギリまで待っちゃうとこういう窮屈な感じになっちゃうんです。これベタ踏みでやってもこういう風にできるんですね。はい、で最後左下右左下ですね。これも左の支部が問題なんです。右下右下の8部のスライドはそもそもスライドの練習をしてください。それが苦手な方は同時押しが苦手なんじゃなくてスライドが苦手なんですっていう話なんです。スライドを練習してください。でここの同時が苦手だという方はですね、左下右を踏んでる時にはもう左を踏む準備をしていなきゃいけない。左下、これ左だけを見たらトントンのはずなのにこれも右を踏むまで待ってるから最後トンみたいな踏み方をしなきゃいけなくなる。これはちゃん、これもちゃんと支部だということを認識するとこういう感じです。はい、つま先でやるとこういう感じです。はい、こんな感じで説明は以上になりますね。はい、あとは細かく見ていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。だいぶ説明ちょっと雑でしたけども、伝わったんじゃないでしょうか。片足の動かす時に必要な予備動作をちゃんと見ることですね。はい、言葉としてはどうだよ。これを簡単にまとめると強く踏みすぎないのと足をは、ちゃんと上げるということですね。踏む前も踏んだ後も上げるということですね。はい、この踏む前踏んだ後ちゃんと上げるというのはですね、支部で片足だけを見たら支部で来てるものをわざわざ8部のスライドになるまで待ってあげなくていいよっていうことがこういうタイプの譜面の大体の難しさを簡単にするというかね、難しく自分でしてしまってるっていう部分なんです。なので譜面はちゃんと読めなきゃいけません。そして譜面がそのためにどっちの足で踏むか、どういう準備をしていなきゃいけないかっていうのを早く考えなきゃいけない。もしくは譜面をもう最初からこういう譜面が来るんだって覚えてしまうっていうのが同時押しの難しいところだと思います。ただこれをやる上にですね、例えば両足、片足で踏むときよりも軽く踏まなきゃいけないとか、ちゃんと足を上げなきゃいけないっていうのがどういうことかっていうのをちょっと説明したいと思います。はい、足元映るかな、もうちょっと上がいいかな。まず単押しはこうやって踏みますね。まあ、自分でそれぞれの方プレイヤー踏むとき足をどれくらい上げるかって決めてる方が多いと思うんですよ。なんか譜面によってバラバラって人ってあんまりいないと思うんですよね。単押しにしろ同時押しにせよ、例えばもう早く踏むために足はあんまり上げません、ここ、2センチも上げません、ここでいつも固定してますって人もいれば、このぐらい、何センチだろうな、もう10センチ近く上げますよって人もいると思うんですよ。これの高さは自分のやりやすさでいいと思うんですけども、ただその高さと同じだけ同時押しの時も上げてくださいよっていうのが問題なんですよ。同時押しは力強く踏んでしまうからもうそこまで上がらないよっていうんじゃなくて、そこまで上げるための力だけでいいですっていう話なんですよ。これが分かりやすいんですけども、先ほど加減って言いましたけども、同乗者加減して軽く踏まなきゃいけないよって言った時にどのくらい加減したらいいのかっていうのは、まず反応するさせるっていうのは感覚として第一なんですけど、その次にですね、普段単押しを踏んで足を上げてる位置まで足を上げれる力を返す、はい、こういう感じですねっていう感覚でやるのが一番分かりやすいと思います。なので例えば同時、左右同時右左右とかあった場合に分かりますか？こうやって踏んでるんじゃないですよ。はい、ちゃんと左足を本来支部を踏む時の高さで上げている。はい、ここまで来るともう隅田川の同時押しとかも分かってくると思うんですけども、例えばちょっと長いものないかな、少々お待ちを。これヤスリで、いやヤスリなんですけど、自分の足をこの高さまで踏むときに上げてます、ちょっと高いか、このぐらい上げてますって言ったら、同時押しが連打で来るときもこの高さまで上げて、そして支部の予備動作を待ってなきゃいけないって言ったと思うんですけど、ここまで上げるときに片足が縦連打の方はいいんですけど、そうじゃない支部の方の足はここまで上げるっていうと、これが連続で来るとどういうことになるかというと、同時押し連打でもいいんですけど、今ゆっくりやりますけど、足が常に
支部の高さ、8部の高さで上げる高さが違っているとは思うんですけども、支部なら支部の高さ、8部なら8部の高さで常に同じ高さで上がっている。なので、上半身を見てほしいんですけども、動詞押し、単押しの時に単押しの方に力寄ってませんか？単押しの方に力が寄ってませんか？でも足の高さ、支部と8部をちゃんと使い分けて、支部ならここまで、8部ならここまでって足を上げていると、わかります？足の高さは違うのに、上半身が左右にぶれたりしないんですよ。はい、これバーなしでもいいんですけども、こう、わかりますか？こうなってないんですよ。ずっと、下の方移します。はい。どこでもいいんですけど、場所は。わかりますかね？体が左右にぶれないんですよ。縦連打があろうがなかろうが。はい。8部に合わせて、支部で足を上げないところも上げてないから、その分高さが崩れるんですよね。はい。これを踏まえて、一回隅田川をの譜面を、まあ、エディットでブルーレインですけども、150ぐらいのスピードですけども、一回やってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。動詞押しを含む譜面の苦手な方ですね、中級者以上の方になりますけども、あと高難易度をやる方になりますけども、その方に向けた、動詞押し徹底攻略ということで、高槻の百句をやらせていただきました。まあね、パネルを新しくしたんで、これで1個取ってみたいなというのもあったんで始めたんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、まあ何かあればコメントいただければね、またツイッターの方とかでもいいですし、いい意見いただければ、まあ、これが絶対というわけではなく、僕の考える道場師の攻略法なので、他にいいやり方とか知ってる方がいたら、ぜひ教えていただきたいですし、やってみてできるようになった、うまくいかなかったっていうのもあれば、ぜひ教えてください。はい、役に立てれば光栄です。今日もご視聴どうもありがとうございました。また次回よろしくお願いします。